おはようございます。白菜です。本日のお話は、昨日に引き続き、感情に振り回されないためにということで2回目ですね。2回目の今日は、今ここに集中するというお話です。未来のことにしろ、過去のことにしろ、こういろんなことでですね、不安を感じることありますよね。でも結局、未来のことはわからないし、過去は変えられないし、できることは今の自分の考え方とか行動を変えることだけなんですよね。で、多分それはみんな分かってることだと思います。でもなかなか難しいですよね。当たり前のような話ですけど。で、気づいたら、なんか前や後ろにね、ある不安に振り回されて、いつの間にか時間が経ってしまっていたりね、行動が止まってしまったりとか、なんか沈んでしまったりとか、するわけじゃないですか。で、これはもう、意識して、変えていくしかないですね。まあ瞑想みたいなものかなと思いますけど、瞑想中にこう呼吸、ゆっくり呼吸して、呼吸に意識を集中していても、やっぱ雑念がいろいろ入ってくるわけですよ。なんかね、自然の音とか、あとなんか瞑想用の音楽とか、まあスマホのアプリとかもありますけど、そういうのを聞いて、その音楽なり音なりにまた意識向けてる方が、なんか雑念も入りづらいですけど、まあ、それでもね、いろいろ入ってきますし、無音状態で自分の呼吸だけにこう意識を集中するという状態だと、さらにですね、やっぱ雑念が入ってきやすいわけですよね。で、気づいたら、なんかそっちに引っ張られてしまっていることがあるわけですよ。でもそれはもうしょうがないんですよね。瞑想を極めた人とかだったら知りませんけど、もう雑念は入ってきますよ。頭の中でいろんなことを無意識でも考えてしまうのでね。別に入ってきてもいいんです、それは。重要なのは、そこからまた意識を呼吸に戻すことなので、だからこう、あ、なんか今持ってかれたなっていうふうに気づいたら、その時点で呼吸に意識を戻すということですね。で、また別の雑念が入ってきて、いろんなことを考え出してしまっても、あ、また持ってかれたって気づいた時に戻す。この繰り返し。同じように、未来の不安とかね、過去の嫌なこととかを思い出して気持ちがそこに縛られそうになっても、それに気づいたら今ここ目の前のことに意識を戻して集中すると。だから未来の不安が出てきても、過去のこの嫌なこととかに、ね、気持ちを引っ張られても、それ自体は別に責める必要はなくて、要はできるだけそこから早く今ここに戻ってこられるように意識することが大事っていうことですね。で、気づけるかどうかっていうのは、今感情持ってかれたなっていうね、のを、こう、できるだけ早く気づけるようになるためには、今ここっていう意識を持っているかどうかと、あと感情を引っ張られたら戻す、引っ張られたら戻すっていうことをこう繰り返して、で、慣れていくと、それが自然にできるようになっていくので、繰り返しやってればできるようになっていきます。でも完璧っていうのはなかなか難しいですけどね。そういうふうに言ってても、引っ張られちゃうことがありますしね。でもまあ最初はうまくいかなくても、こう自分を責めずにね、できた部分を褒める。長く引っ張られても、そのことに気づけたことを褒めるというふうにして、今ここを意識しておくと、マイナスの感情にも振り回されなくなっていきますので、ぜひ試してみてください。はい。ということで本日のお話は、感情に振り回されないためにその2、今ここに集中するというお話でした。では今日も素敵な一日を。